来島道房は、安土桃山時代の伊予国の武将、大名。a 六四年、村上水軍の一族である、来島村上氏当主、村上道康の四、男として生まれる。a 六十年、父の道康が病死したため、七歳で家督を継いだ。道房には、兄がいたが、道房の聖母が主君である、河の男女を消失通直の娘であったため、 家督を相続したものと思われる。代々河野氏の影響下にあったが、道房の代においては、元気元年に主君の河野道信が室町幕府に収めようとした公葉船を横領するなど、次第に河野氏から独立する姿勢を見せ始めた。また、河野氏と毛利氏は同盟関係にあったことから、毛利氏が大友総林を攻めた時には援軍として参加し、 大友水軍と戦っている。しかし、この海戦での作戦をめぐって、毛利水軍を率いる村上武吉と不仲になった、と申される。天正十年、織田信長の重臣、橋場秀吉の勧誘を受けて織田方に寝返ったため、毛利氏や河野氏に攻められて、本拠地を追われて一時は、秀吉のもとに身を寄せた。なおも兄の徳井道行が、鹿島城によって戦い抜き。 橋し方として止まった道房は、秀吉と毛利氏との和睦後に丘陵に復帰した。また、近年の説として、道信の,の後を継いだ河野牛福は、実は、道房の父である、村上道康と側室とみられる、獅子戸高いえの長女とのあの子であるという見解が浮上している。この説によれば、道康の没後に、毛利氏が実施のいない、 河野道信の,の皇室に未亡人となった、獅子戸高家の娘を入れてその連れ子である牛福を、養子氏に立てたというもので、毛利氏から見れば河野宗家の血を引く、男女消失通直の娘及びその所生である、道房の存在は、反、牛福に要される可能性がある、警戒の対象であり、道房は、伊母帝である、河野通直とその後ろ盾である毛利氏から身を守る、ために、 織田じめに飛び込んだとする。秀吉は、三島村上らの中でも早くから味方についた道ちふを、く島し島と呼んで徴用したため、生を村上から来島に改めた。天正十三年の秀吉による四国攻めでは、小早川高景の指揮のもとに、伊予で先行を務め、天正の陣で、九州家の河野氏を攻めた。その先行により、伊予かざはやぐん1万4 0国を与えられて、 大名となった。その後も、天正15年の九州征伐、天正18年の小田原征伐にも参加した。年代は不明だが、豊臣政を可視されている。天正20年からの文禄の役では当初四国勢を、率いる福島正則の五番隊に所属して、中世道に進撃して陸戦に従事したが、朝鮮水軍の活動が活発になると水軍に再編され、 朝鮮水軍と戦った。九戦期を挟んで、慶長2年から再開された、慶長の役では、水軍として編成された後、南原城攻略戦では600人を率いて、陸軍として戦った。その後、再度水軍となり、全羅道沿岸を相当するために進撃した。9月16日の明竜大海戦では、先法となって海峡に突入したが、 潮流などの地ののの地利をを生かししたた。朝鮮水軍の板矢船の攻撃を受けて戦死した去年37この廃止に至る経緯について、小川武氏は著者の中で得意通行の戦死も含め、大勢的には勝利を収めながら、これだけの被害を出したのは、来島村上氏のみで、多くの海賊が秀吉の国内統一の過程で、大大名に吸収され自立性を失う代わりに、 その資本力を背景に、船舶の大型化、火力の増強など運用が大規模化していった中で、早くから秀吉に転属して、正大名としての自立性を与えられていたことが、かえって枷となり、大規模運用への転換ができず海賊衆としての存在感を失っていった結果ではないかと考察している。この海戦では道塞など、先方の被害が大きかったものの、日本水軍は、 全羅道がにへの進出を果たした。日本側の捕虜となった、京広氏は未羊録の中で、日本の武将の仕組みについて、戦滅ぼした少子はその指定が職を継ぎ、池田秀夫が陣頭で病死したときは、この修士が直ちに軍中で変わって、職を受け、道房が全羅右水泳で戦死したときも、弟が変わってその城にいることになったと記しており、 道房の廃止に触れている。来島家の名跡は、福島製族に仕えていた長男の通則が死去していたため、次男の長地が継いだ。小川武氏、水軍と海賊の戦国史。ありがとうございます。